ひな鳥。違います。どうも東京の挫折組です。お願いします。お願いします。今日の企画は大投票企画です。クイズ。ということで帰ってまいりました、デスクイズ。ちょっとね、やってほしい声が多かったもので。どっから、どこに、どこに書いてあったんですか。いや、SNS とかに結構。いや、SNS は最近俺への誹謗中傷しかない。もうルールがもう不透明すぎるよ。そうね、うん、ちょっと後からつけたり。なるほどね、うん、ちょっと2人の不満は溜まってるみたいな。いや、溜まるでしょ、そりゃ。まあ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 、ということで火の粉言わずにやってみよう。位置についていただきましたが、はい、これ目の前に並んでるの全部言ってもらっていいですか。わさび、醤油、レモン汁、お酢、タバスコ。これ今からね、ちょっと、謎々を出題します。で、正解者は選んで相手の紙コップに入れることができます。あ、なるほど。で、全5問3問選手した方が勝ち。そのドリンクを飲ませることができます。まあだから変な、何種類も入れていい。いや、1種類です、ね、1種類、はい。あんまルール無視するような真似はやめてください。いや、無視はしようとはしてない。限定だよ、限定。限定ですか。限定だよ、今のは。限定だって。限定以外の言葉知らねえの。普通のもうネットで検索したら出てくるような謎。俺、謎謎めっちゃ得意だけど大丈夫そう。怪人ゾナー世代だし。でもそれは俺も見てた。そう、ゾナーとかの問題も全部答えられた。どうで自信あるの。いや、自信あります。だから、ごめんなさい、圧勝かもしれない。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。トークの方は、はい、全然今のところ全部切りますんでね。あ、マジですか。はい、結構頑張った。したらもう行きましょうか。はい、お願いします。第1問、携帯電話の中にいる生き物は何。はい、はい、タイ。正解です。携帯だらタイが入ってるね。うわあ、そのレベル、うん、俺最低でもあの IQ サプリとかのレベルで考えてた。あ、もうダメだ。ちょっとひねってるやつ。それは古いよ。昔からテレビしか言わねえ。これは何、自分で選んでいいの。いや、今のは練習。ふざけんなふざけんな。いいね。好きなのを1個選んで。あ、じゃあもうこれはもう決まってますよね。なんすか。タバスコで自分の方のに入れてください。それを最後相手に飲ませる。あ、なるほど、ね、方式なんで。あ、もう今入れちゃって。はい。タバスコスコスコタバスコスコスコタバスコスコスコラブ注入。タバスコだけにしてください、入れるのは。2個入れちゃうとね。あ、ラブ入れちゃダメなんだ。はい。自分だけラブ持ってんだよ、多分。なんてめっちゃ入れるやん、ほんで。こんぐらいか。まあまあ、まだね、1問目です。で、はい、もうタバスコは使えないと。続きまして、はい、第2問。火の横にいつもいる鳥って何？火の横？はい。瀬戸さん。うわ、水鳥。水鳥。違います。え？わかっちゃった。はい、矢野さん。ひな鳥。違います。考えてください。謎謎ですよ。あ、はい、ひよこ。正解です。ああ。これでもあれだね、ちょっとめっちゃ手前の謎謎だ。お酢いただきますかね。じゃ入れますよ、はい、でもこれ3戦選手でしょ。はい、これは次俺が勝ったらどうなんすか。もう3本選手した方が残りも全部入れちゃいましょうか。あ、なるほどね。うわ、これはもう追い詰められたんじゃないか。ちょっとマジで頑張んないとな。じゃあいきます。第3問、はい、1010という看板がかかっているお店は何のお店。はい、瀬戸さん。焼肉屋。違います。10ね。10。なるほどね。1010がかかってるかも。10、とうとうとしかもう思い浮かばないわ。いや、とうとう10の考え方がいいですよ。でも、あ、そう、千十十十。あ、もうこれ言わない方がいい。ヒントになる。じゃあ大ヒントいきますね。千十めっちゃ惜しいですよ。千十民。ちょっと俺の千十だからですよ。はい、分かった。はい、銭湯。うわ、
正解でーす。ストレート勝ちよ。もうじゃあ全部入れて、そうね、飲んじゃいましょうか。今までで一番悔しいかもしれない。いや、めっちゃ入れるな。うわー、これマジで一気、これきつい。いや、まあきついけど、まあしょうがないよね、負けたから。きついか。え、きつい、うん、やめる。はいいの、やめて。なんかきついんだったらあれかな。あー、まあここまで言うと言ってんなら最初はーとか言ってたちょっと待ち切れしちゃうと。じゃあ、じゃあいきますよ。はい、それではいただきます。ミニラ、ミニラ、いやー、今日はちょっとでも頑張ったけど、結構飲んだんだよ。いやでもね、これ今日はこれを飲んだことよりもちょっと謎謎が全然答えられなかったこと、ちょっとそこにガチでへこんでる。リベンジしたい。いや、俺これリベンジしたい今回の検証結果、謎謎は楽しい。もう一回これでちょっとやった謎謎。東京挫折組です。お願いします。